い、皆さんこんにちは。こんにちは。遺跡栄光シーズン7。7。はい。日出し編でございます。ありがとうございます。今日はですね、満を持して日出しの三好さんをですね、お呼びしました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。実はですね、我々文化庁は文化財マネジメント職員養成研修という研修をやっておりまして、その中で三好さんにですね、ご講義をいただきました。タイトルはですね、なんだっけ文化財を地域に生かす事例ということで、過疎化、少子化が進む地域での取り組みと課題ということで、ご講演いただいたんですけど、もう大変面白かったので、これは三好さんにぜひですね、お話をいただこうと、もう三好さんにおんぶに抱っこでいただこうということで、急遽ですね、カメラを持ってきて、その次第でございます。三好さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。光栄です。はい、さて、遺跡へ行こうということなので、遺跡を確認にしてですね、それで、遺跡とか遺物を確認にして、地域を盛り上げていくというのも一つの事例、非常にこう面白い事例だというふうに思っておりますので、その事例について、お話をいただきたいんですけど、キーワードはですね、石棒と関係人口。関係人口、はい、そうです。でございます。はいはい、これについて三好さんからですね、お話をいただくんですけど、その前に、せっかく日出しのことをこの中で紹介しますんで、日出しのちょっとどういうところなのかっていうことを、姿勢というかですね、それと特徴を少しお話をいただいていいですか。わかりました。はい、まず、日出し教育委員会の三好です。よろしくお願いします。日出しはですね、まず岐阜県の、最北端に位置する自治体です。はい、で隣は、北隣は富山県なんですが、南隣は観光地で有名な飛騨高山市で、さらにその隣は世界遺産もある白川郷、白川村ということで、有名な村や市にこう囲まれていると。で、日出し自体はですね、最近はスーパー神尾館でいう東京大学の研究施設があることで、時々こうニュースに出たり、しているというようなところです。で、山間地にはなるんですけども、そうやってこう空気と水と、山が多いというようなところが特徴になっているというようなところですね。はい、スーパー神尾館であるから、あれなんかすごい地盤がすごい安定しないとあれができないっていうですね、話で聞いて、それぐらいこうなんですかな、こう山がこう地盤がしっかりして山が高いというイメージがあります。そうですね、こう飛騨片麻岩っていう、こう1億年以上前にできた課題岩石で守られている山の中にあるというようなことですね。はい、食べ物とか名産とか、そんなどうですか。そうですね、ちょっと2つ紹介させてもらうと、一番今やっぱり有名なのは飛騨牛ですよね。美味しいですね。はい、飛騨牛で有名です。もう一個が、お米で、飛騨米なんですけど、今確か、8年連続か9年連続か世界の食味コンテストで金賞を受賞してるんですよ。そうです。今日本で一番美味しいと自負してる。自負します。金賞ですけど。そうですね。はい、それはね、してみる価値があります。はい、どちらも日出しのふるさと納税で手に入ることができます。なるほど、これはふるさと納税せよと。そう聞こえたらすいません。はい、ただ今姿勢を進めていただいて、大体こう場所がですね、分かったというところなんですけど、今遺跡行こうということなんで、文化財ですね、これちょっとご説明いただけますか。特に遺跡に絡めてご説明いただくとありがたいんですけど。はい、わかりました。はい、まず本当に今僕たちが住んでるこう町の何たちに関わるところは、実は中世近世に遡ることができるんですけども、飛騨古川というところが町の中心になるんですが、そこは秀吉の命令を受けて飛騨に入ってきたこう金森氏という武将の城下町が元になっているという。ただその前にですね、この古川を治めたのが姉が小路氏と三月氏と
いうあの部署がいたんですけど、今はその本当姉が小路市に関わる山城郡を今ちょうど10月に史跡のこう答申をあの文化審議会出していただいたというような状況です。で一方あの峠を越えてこう地域の半分はその神岡町っていう神岡にある町なんですけど、神岡町にはすでに史跡になっているこうあの中世の絵町城下跡というのがあって、でまあやはりあのそこの絵町でまたあのその後こう広がったこう金森市の町がこう今の現在の町に伝わっていると、はい、以上あのそのようなことで、まあ、中世にこう多くあのこう起源があるというのが、まあ、特徴かなというようなところですね。なるほど、はい、あのそうですね、こう、ま、今回あの答申が出たということで、あ、はいはい、あの私もそこに立ち会いましたけれども、あ、はい、あのそうですね、こう 中近世の、はい、まあ、そういう、こう上官軍というのが、はい、あるということですね、はい、あのあれはもう一つだけの館跡だけじゃなくて、うんうん、結構複数 の, その館というか、はい、その城が、ね、ね、はい、ありますよね、はいはいはい、そうですね、はい、まあでも結構山深いところに、ね、 あ, はい、あるんですよね。そうですね、もう本当こう9割が山なの で, で、まあ、多くは本当そこに河川を通っている V 字谷の渓谷になっていて、で、埋蔵文化財は300箇所を超えているんですけども、うん、その埋蔵文化財のあり方としてこう河川に侵食された河岸段丘上に、うん、遺跡が点在しているというのがこう山間地のあの特徴かなというところですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、まあ、今回ですねマネジメント研修の中では、はい、その少子高齢化が進む地域での、はい、取り組みということで、はい、お話をいただいたんですけど、はい、まあ、やっぱり、まあ、そういうところなので、やっぱりこう、遺跡とか文化財をどういうふうにこう守り伝えていくかというところはやっぱり課題があるんだという話もいただきました、はい、そのあたりにちょっと課題をですね、はい、まあ、ちょっとそのキーワードにつなげるためにですね、ちょっと今その前段のお話をちょっといただきたいんですけど、はい、課題ですね、はい、はい、お願いします。はい、そうですね、まあ、これは本当文化財というか市全体の課題になるんですけども、やはりこう今人口が2万2000人ちょっとということで、うん、年間500人ずつほど人口はこう減ってきているというような状態なんです。集落の存続がこう難しくなってきているような地区もあると。る、はい、まずそういったところも地区というか集落を抱える中で、まあ、いかにそこにある文化財をこう継承させることができるのかというか、で、またですね、それをまあ、継承の前に今本当にこうどう維持するのかっていうことが、まあ、実際こう文化財というかこう集落の維持自体なところはもう課題になっているというような、はい、そういう状況です、はいはいはい、まあ、年間にこう500人ずつ減っていくっていうのはもう、はい、なんていうか実感を持って、もうあそこもう人おらんのやないみたいな感じになっていきますよね。そうですね、そういう状況、2000人だから、ね、はい、2年でまあ1000人ずつぐらいですよ、ね、はい、まあ、もう間もなく2万人を切っちゃうっていう、はい、見えてしまってるっていう形なんですね。あ、そうですね、はいはい、人口予測ではもう2045年にだいたい 55% ぐらいまで減るというようなことがもう今目に見えているような、はい、状態です。これは日田市に限ったことではないですけれど、はい、まあ、日本各地でですね、はい、まあ、都市部以外では、はい、まあ、人口減少が、まあ、かなりこう急落を下っているような形になっているかなと思いますけれど、はい、その中でその文化財を、はい、取り巻く環境というのもかなりこう難しくなってきているというか、はい、減少とかですね、はい、そのあたりのことをもうちょっと教えていただけますか。あ、はい、あ、そうですね、例えばなんですが、こう無形の民族とかでいくとなんですけど、獅子舞を荒らして文化財になってるんですけども、うん、もう今年のお祭りでは体力が持たないから舞えないんだというようなことがあって、まあ、いわゆる皆さんご高齢になってこう舞えないとかっていうようなことが出てきているというようなこともあれば、まあ、本当にこう姉妹がの行事ですね、いわゆるその行事もこう待たなくなってきているというようなこう現状はあります、うん、はい、なるほど、はい、
まああれですよね、やっぱりこう、まあ、特にお祭りなんかは、はい、そういうこう、ね、担い手がもういなくなると、はい、全くこう機能しなくなっていくというか、はい、まあ、コロナもありましたよね。あ、そうですね。まあ、ありますよね。はい、でまあ、その中でこう文化財をどういうふうにこうあのつないでいくかというところで、松橋さんがですね、はい、まあ、こう、まあ、着目されたというか、あ、はい、まあ、こうキーワードとして一番最初に申し上げましたけど、はい、ここでこう関係人口というのを一つキーワードにして取り組みを行われていると、はい、こういうことがありますけど、はい、まあ、その特にどあのまずはその関係人口って何なんだというところでちょっとご説明いただいて、はいはい、でそれがまあどういうふうにこう文化財が関わっているかというところもちょっとご説明いただけますか。あ、わかりました、はい。まあ、関係人口はあの総務省のまあホームページでこう掲載されているところが定義になります。あの今僕たちみたいにこう日田市に住んでいる人をあの定住人口という、で日田市のことを知ってるよとかいうような人たちをこう交流人口とかっていうふうに言います。でその定住未満観光以上みたいな位置づけの人たちのことをこう関係人口というふうに言っています。で日田市はその関係人口を用いてその集落の維持やですね、あの市をあの応援する人を増やしたいっていうようなことをまずあの考えています。でそことの文化財の関わりなんですけども、まあ、あの関係人口はあのこう一度行った人たちはもう関係人口という位置づけになるんですけども、あの二度目行きたいとか、でもっと言うとあそこは心のふるさとだみたいな、そうやってこう濃く付き合う人たちが出てくるっていうことが分かってて、でこう1回観光で行って終わりっていう人と、それでこうあの2度3度訪れる人と、でそこの差は何だろうなっていうようなことをあの日田市ではこう考え始めているということなんですね。でその濃くなるのはきっとこう何か愛着をあの感じてるからっていうふうにあの自分たちは考えてて、でそこの愛着を生じさせるようなことにあの文化財があの一つ、こう役立てることじゃないかと、そのようにあの今は考え始めたというところです。今まさにこう考え始めて、はい、取り組みもやられて、どれぐらいなんですかね、取り組みやられて。そうですね、取り組み始めてから2019年から取り組んでるんで、19、20、21、22、23、そうですね、5年経つところですね。で今一度あのそれをなんとか言語化したいなっていうような一応そういう段階です。まあ、走り始めて少し成果が見え始めてきたかなとっていうふうなところですね。はい、まあ、文化財といっても特にあのあれですね、一つの経由キーワードの一つ、はい、ここであの石棒というのがね、もうあの石棒というと、はい、まあ、石棒って、まあ、我々はですね、はい、よく知ってるんですけど、はい、石棒って、はい、何ですか。あ、そうですよね。あ、そうです。そうなんですよ。あ、そうですね。行きましょうかね。はい。あの教科書的なあの本当言い方になると思うんですけども、うん、まああの縄文時代に、うん、あのこう祈りのために、うん、あの作られた石製品と考えてて、うん、まああの特徴的なものはやっぱその形状で、うん、あのいわゆる弾痕を模した形状をしていると、うん、でまああの片側が膨らんでいるものが多いよというのがその形の特徴かなというふうに言われている石製品です。はい、はい、まあ、縄文人のこう祈りという話でしたけど、はいはい、あれはその何ですかね、まあ、集落の中では祈りの対象なので、はい、うん、あんまりこうたくさん出てくるってことはない、ね、ないですよね。はい、そうないですね。ところがそうです、あのところが日田市宮川町のその塩谷金星神社遺跡では、はい、あの1074本が見つかっていると。なんとまあそれが1074本です。はい、そうですね、今日は数だけでも覚えて帰ってほしいなと思っています。そうですね、はい、でも普通はね、はい、そんなに出てこないんですよね。はい、なんでそこはそんなに出てきてるの。あ、そうですね、あのこれがまたあの実はですね、うん、あそこはあの作ってた場所なんですよね。その集落とかでこう使ってた場所っていうわけではなくて、はい、でこう作ってたので、あの途中で折れたような状態のものもやっぱ見つかってます。はい、でまた、これは完全に使ったんだろうなって火を受けているような状態のものもやっぱありますので、あ、そうですか。はい、まあ、それは作るためにひょっとしたらこうあの火を受けている状態もあるかもしれないんで、なんですけど、で、磨いている途中のもの、
で、完全に完成したものというのがあるので、いわゆる未完成品から完成品まで全てで1074本あるというような、そのような状況です。なるほど、はい、あれですかね、こうだからそこはその、まあ、一般的な集落というよりは、はい、もうそのなんていうかな、こう石棒生産工場みたいな、そんな感じのイメージですか。はい、あ、そうですね、はい、石棒を作ってた場所で、はい、あの工場だったんじゃないかなっていうようなことを考えてます。はいはい、そのね、こう今も石棒と、まあ、先ほど関係人口っていう話をしましたけど、はいはい、まあ、これ両者がつながるという、あ、まあ、今日はね、はい、そういう話をいただいたんです。はい、でもこれ一般の人聞いたら、はい、何のこっちゃ分かるんじゃないですか。そうですね、いや、まさにそのキーワードをつなぐ、はいはい、もう一つキーワードがありましたよね。はい、ちょっとぜひもう一つのキーワード石棒、あ、石棒クラブですね。そうでした、すみません、失礼しました。いえいえ、はい、そうです、石棒クラブ、大根全然ないです、そうです、はい、そうです、石棒クラブですね。はいはいはい、この日田市の石棒をが、こうその1070本をこう収蔵している資料館があるんですけども、うん、今、その資料館自体のまあ、この存続も今難しくなってきているという状況があるんですよね。はい、で、まあ管理人はいない、でこう固定電話がない、うん、はい、で、市役所から27キロ離れている、27キロ、そうですね、で、まあ、そのようなこう立地があるので、こう市役所から見たら当初はやっぱり僻地の集客力がない文化施設っていう、やっぱそのようなこう見られ方をしてて、で、それに対してやっぱ維持管理に関する経費はやはり多くの経費がかかりますので、どちらかというとこうあそこはっていうふうな目で見られることが、まあ、ちょっと多かったのは事実なんです。でただそれに対して、いや、やはりその価値をきっちり多くの人に伝える必要があるんじゃないかというふうに、活動してくれているのが石棒クラブでして、はいはい、で、まあ、日田市内の人は3名、うん、で市外の人が、6名、うん、で、半分が東京の人ということで、市外の人が多く関わっているというのが、まあ、その特徴、うん、でその人たちを関係人口と呼んでいる、うん、というのが石棒クラブになります。まあ、ここでつながるわけですね。あ、はい、はいはい、ありがとうございます。まあ、この石棒クラブなんです。今は、まあ、はい、その、まあ、日田市の人が3名で、はい、まあ、東京の人ですね。東京の人ですね。6名で、はい、合計9人でって話なんですけど、はい、具体的にそのどういう活動をしているかなんですけど、それちょっと教えていただけますかね。はい、はい、まずは一番ほぼ毎日活動しているとか動いているのは SNS なんです。はい、これまでその1074本の撮影を、うん、まあ、今すべて終えている状態なんですけども、写真撮影を、はい、しちゃったわけです、ね、しちゃったわけです。1点1点撮ったんですか。1点1点撮りました。そうですね、1074枚というか、まあ、それ以上撮られてると思う。そうですね、はいはい、そんだけこうあるような状態です。はいはいはい、でその1074本を今インスタグラムで、うん、ハッシュタグ石棒クラブで、うん、はい、こう検索することが、まあ、できる状態になっているということですね。これも、はい、まあ、インスタグラムですからね、誰もまあ見られるという、はい、そうですね、ですよね。はい、だからそうちょっとここ、まあ、どこにあるかわからないけど、なんかその今その画面がこの辺に見えてるはずなんです。ああ、なるほど、なるほど、はいはいはい、あ、これです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 。まあそういうね、SNS でこう投稿して、はい、で、まあ、まあ、こういう石棒があるよっていうことをやってるわけですね。はいはい、そうですね。他には、あ、はい、はい、そうですね。あ、ここはやっぱイベントの運営をしています。うん、で、僕たちは勝手に11月11日を石棒の日と勝手に呼んでまして、勝手なもんですね。勝手なもんです。勝手なもんです。いや、ところがなんか去年の11月11日なんか、はい、多くのなんか博物館とかが石棒を写して石棒の日とかってやってくれてるんで、はい、勝手にやってるんですけど、なんかちょっと品のいけんじゃねって思ってます。あ、そうですね、そうです、ね、はい、まっすぐまっすぐということで、はい、で、まあ、そしたらこう一番に言い始めたのは自分たちだよっていうことを教えてくれた団体さんもあったんで、はい、そう、それはもう、そう、じゃなかったんやと思って、それはもう失礼しましたということで、あ、そうですね、まあ
嬉しいなと思って、まさか石棒でそんな、はいはい、こう、はい、掛け合いができるとは思わなかったんで、まあ、それも教えてもらってありがたかったんですけど、はい、そして、まあ、すみません横道に連れてましたが、11月をその日があるんで、こう石棒強調月間と勝手に位置づけてですね、はい、でまあ、各種イベントを運営しているというようなところですね。強化月間、強化月間ですね、はい、はい、そうそう、まあ、各種イベントっていうと、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、なんかシンポジウムとか、あ、そういう話ですか？はい、あ、そうですね、まあ、全て本当アーカイブされてるんですけど、うん、今年、あ、昨年度でいくと、その関係人口と文化財とか博物館とかはちょっとどういう関係があるのか真剣に考えたいなっていうようなことがあって、あの、それでこういわゆる関係人口を、あの、漁村を舞台にですけど、うん、こう研究している研究者の方に、はい、こう登壇いただく、うん、でお話しいただくと、うん、で、もう一人は、あの、こう長野県の、うん、あの、こう旧石器のご専門の先生なんですけども、はい、あの、実際、あの、ミュージアムの館長されて今もご退職されたんですけど、はいはい、でその実際博物館ではどういう活動をどういうことを考えてしたよっていうのをお話聞いたり、はいはいはい、まあ、そういう、こう、まあ、あの、石棒を通して、はい、その実際にこう、まあ、インスタグラムに上げたりとか、はい、あの、まあ、シンポジウムやられたりとか、はい、かなりこうやられてますよね、はい、どうですか、効果はどうですか、その、あ、まあ、実際に参加されている人の声っていうか、あ、はいはい、あ、そうですね、実際やっぱこうイベントに、まあ、その例えば石棒の撮影会とか、3D 合宿とかやってる中に参加してくださる方はですね、まずやっぱその実物に自分が触れていいのかと、で、そのような機会をもらえることがまず一つものすごくメリットと思ってきてるんだっていうことをですね、やっぱり実物に触れるという、そこで得られる感動というか、まあ、それはまあやっぱ自分たちも、あの、初めはそうだったと思うんですけども、やっぱこう何事にも変えがたい、やっぱ、あの、意味があるのかなというふうに、本物性というか真実性というか、そのようにやっぱ思います。でそのような活動をやっぱもうこうさせてくれる飛騨に、あの、本当こうありがたいと思うというようなことを、まあ、あの、声としてやっぱ、あの、いただくので、もちろんその資料を触るようなイベントの時はこう時計は外しますとか指輪は外しますとかで、資料は両手で扱いますとか、もちろんそういうレクチャーをしてやってもらうんですけども、あの、やっぱそういうことを得た上で、あの、資料に触れるということはやっぱまあ一つ大事なことなのかなと、はい、これはあれですか、例えば今ご覧になって、はい、今からこう石棒クラブにちょっと入りたいっていうから、はいはい、入れるもんなんですか？もう、あの、ぜひでいいですか、はい、そうです、はい、これは、あの、電話して、はい、あの、はい、僕に入りたいんですけどっていう、なるほど、これは今の実はものすごく大事なことで、はい、あの、はい、初めてから初めてそういう人が出た時に、はい、その入りたいなんて言うと想定してへんからそもそも困ってることが題材で石棒クラブね、はい、その、はい、やったんで、地域の課題でしたね、課題、そう、課題でしたから、その課題を助けてくれるとおるんかというのがあって、で入り方が僕らも分からなかったんですよあの、まず石棒で、まあ、今実際どうかというとなんですけど、うん、まず、あの、イベントに、あの、本当参加してくださいよっていうことなんですよね。 あのこう例えば今言った 3D をする作業を手伝いに来てください、はいはいはい、で、あの、写真を撮影するときに手伝いに来てくださいとか、で例えば本当関係人口のこうオフ会ですよね、オフ会をするときには、あの、覗きに来てくださいみたいな、というようなところをまず、あの、こう入り口にしてるんで、まあ、そういう意味ではこう1年に1回11月しかチャンスはないのかもしれないあ、もう今月、あ、そうです、今月、大丈夫です、大丈夫です、まあ、とにかく11月に CM イベント強化データがあって、そのうちにこうイベントに何らかにかこう参加すれば参加すればもう仲間だっていう、あ、そうです、もう仲間なんですよまあ緩いのか厳しいのか分からないけど、まあ、そうやってつなげていくと、あ、そう、ことを、そうですね、そういうことです、はい、あの、まあ、さっきちょっといろいろお話の中でありましたけど、はい、3D 化っていうのをね、はい、やってらっしゃると、まあ、写真撮影とともに、今写真撮影はインスタグラムにあって、はいはい、でその 3D は、はい、あの、もう
もっとこうなん全部ダウンロードできるようにしてるっていう話がありましたね。あ、そうですね。あ、わかりました。はい、あのスケッチファブというあのいわゆるこう 3D アップロードできる、うん、あのプラットフォームにあの赤棒クラブでアカウントを持って、うん、それが2019年に取ったんですけど、アカウントは、うん、それから、こうあの少しずつアップロード始めたっていうのがこうきっかけだったんですけども、うん、あのきっかけは実はその後のコロナでして、はいはい、コロナ禍になってあの僕たちこうオンラインツアーをこう博物館とかこう赤棒を移してやった時にですね、やっぱりあのこう資料やっぱこう見えにくいとか、例えばこれ 3D の画像だったらもっとあの裏面も見れるのにっていうようなこう声があったんですよね。でそのような課題に対して答えるのはひょっとしたらあのそれこそ 3D で各自があの自分のスマホで映像で見た資料を見ながらこう取り扱うことができるということなのかなというふうに思って、でこう実際の取り組みは2020年から本格的に考えるようになりました。でまあ2020年はそのいわゆる文化財資料ですよね、考古資料を 3D 化する意義っていうのはそもそもどういう意義があるのかっていうことを実はもう学ぶ、そういう一年をこう11月にイベントを打ったと、いうことなんです。で、やはりあのそこではあの、まあ、基本的にはこうメリットなんだろうと、で、それがあのやっぱ多くの人にその写真よりもやっぱあの 2D よりも 3D の方が多くの情報を与えることができるというのがメリットなんだろうと、ただあのすごく赤棒はこう自分がはこうセンシティブな部分がある資料だと思っているので、であのそれを 3D データ化してダウンロード化にするのはいいのかなというようなことは不安があったんですけども、あのそこはまああのうちのトップの市長がですね、大事、まあ、大事な文化財、ということを、まあ、みんなでちゃんと説明して、うん、でダウンロード化にして公開をしようっていうことを、まあ、あのこう決めたというか、うん、あの発言してくださったんで、まあ、僕も今自信持ってこうダウンロード化で、うん、あのスケッチファブ赤棒クラブでずっとこう上げ続けているというような形ですね。もうそのスケッチファブにこう、まあ、行けば、はい、もう誰でもがこうダウンロードできると、ダウンロードできるそういう状況ですね。なんかあの、まあ、学校とかでもですね、はい、その使ってるという話がありましたけど、はい、こう出前授業とか、あ、はい、そういう状況ですね、はい。まあ、出前授業はこうやっぱ実物は持っていくんですけど、うん、あのこう席に近い子はよく見えるけども、うん、やっぱこう遠い子は見にくいよと、まあ、いうような状況がある中 で実物を置いておいて、うん、教壇にで、あの各自は今一人一台タブレットを持つ時代なので、それで赤棒クラブのスケッチホブ見てもらって、で、この資料がこれですよと、前の最前列の子も最後列の子も、まあ、変わらず情報を入れるような状況にしていると、一応そういう取り組みをしたりしています。まあ、その赤棒を通して、まあまあ、関係人口の取り込みとか、はい、その、まあ、情報発信をしながら、はい、まあ、いろんな、まあ、切り口で、はい、まあ、取り組みを進められているということだと思うんですけれども、はい、まあ、今あの5年間というさっきありましたね、はい、どうですかその、今の成果と、まあ、ちょっと課題とかもあれば、はい、そうですね、まずあの成果は、まあ、あの 3D でいくとなんですけども、あの4万閲覧されてるということで、赤棒クラブのページが、ま、そうですね、いっちゃったですね、日出しの人口を今超えたということですね。だからあの多くの人にこう必要とされる情報ではあるんだなと思って、まあ、今後も継続していきたいっていう、まあ、それはあの一つ大きなこう成果ですね。でもう一つの成果は、そのこう関わる人を増やしたっていうことによって、あの今その評価としてなんですけど、こうふるさと納税で飛騨宮川港古民俗館を応援してもらうような、こう使途目的を限定した飛騨市のふるさと納税を、はい、持ってて、そこであの3年間今ふるさと納税のご寄付を集め始めてから3年間で一応5000万円をあのいただいたというようなところです。はい、それはもう館にある、かやぶき民家のこう再生に使わせていただきたいということで、もう目的は決めているので、来年から何らか の、 こう現地の工事を、うん、動き始めることができたらなと思っているようなところです。はい、まあ、そうやって、まあ、いろんなところにこう、まあ、関係人口の広がりを持って、はい、まあ、はい、まあ、
実際にこう移住してもらうのが一番かもしれませんけれど、あ、はい、ですけど、まあ、そういう関わりを持っていただくということの、まあ、一つのツールとして、はい、こう文化財というのも、はい、使われているという、はい、そういうお話です、ね、そうですね、はい、まあ、どうですかね、ちょっと時間もぼちぼちなんですかね、はいですね、はい、まあ、ちょっとまとめに入っていきますけど、あ、はい、まあ、今後その、はい、今、まあ、5年やられて、うん、まあ、成果と少し課題も見えてきたということですけど、ね、今後その、まあ、この先5年、はい、10年と、はい、まあ、おそらく日立さん全体としてやられていくと思うんですけど、はい、こうビジョンというか、あ、はい、このあたりはどうですかね。あ、はい、もしこう課題としては、うん、こう行政の担当者が、うん、どこまで一緒にそこにこうできるかというようなことはやっぱこう大きな課題だと思ってるんですね。で、ただまあそれに対する今一つ の、 答えを出してきっと5年後か10年後を迎える必要があると思ってるんですけど、やっぱこうもう行政がまあ文化財の保護をするというか、まあ、もちろんそれは仕事としてはするんですけども、やっぱ関わることを人を増やして、で、みんなで、この地域 の、 文化財を守る、で、それが、まあ、こう地域を守るというか、そこにつながっていくような、そのような体制をもっと高めていければいいなと、で、まあ、それをこう長期的な、まあ、ビジョンとしながら、まあ、次の5年間はもっと言うと自分がいなくなっても石棒クラブはあり続けるというようなところを理想としていければいいのかなというふうに考えています。はい、だいぶ石棒クラブも市民権を得てて、はい、市民権を得てるのかどうかわからないけど、そうです、ね、今日 の、 研修でも非常に一応半分以上するそうですよね。そうやったんですよね。いや、もうそうなんですよ。びっくりしました、ね、あ、いや、僕もびっくりしましたけど、もう広げてくださる皆さんがいるからですよね。まあ、実は月刊文化財ですね、はい、雑誌がありましてね、はい、その表紙を飾ったんですよ。あ、そうなんですよね。はい、ぜひまあ、これはなかなか一般の方々が見られる雑誌なのかというのはちょっとあれですけど、はい、批判されているものでもありますので、はい、ぜひお手元にあればご覧いただければなと思います。はい、まあね、今5年10年先というのをこう見据えられて、はい、まあ、三好さんがいなくなってもという話がありましたけど、はい、まあ、まだまだ三好さんは若いし、あ、まあね、三好さんをキーパーソンとしてつながっているということなので、はい、まあ、でやっぱりこうご覧になっている方々は石棒ってなんだとか、あ、石棒クラブってなんだろう、はい、三好さんちょっと会いに行きたいなとかがいると思うので、もしかすると電話が殺到する可能性がありますので、あ、わかりました。その時はもうじゃあ ここまで、はい、いいですか。はい、まあ、いいそうです。はい、そうします。ね、もっともっといろいろ話はね、はい、この後ちょっと夜の部が、あ、夜の部がいいね。その時お話するとして、はい、番組としては、はい、今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。いい、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。さようなら。さようなら。